量です。でもトゥンヌスは本当に美味しくて、いくら食べても飽きませんね。わ、あんたまだおかわりする気？ペコリーヌ様のお腹をいっぱいにするため、もうひと頑張りといきましょう。ペコの助くらい豪快に食ってもらえるなら、大間の漁師としても釣りがいがあるってもいいよ。さあ船に乗り込みな。はい、もちろんです。それじゃあ最終日の漁に出発しましょう。行きましょう。いざ大間の大海原へ。己の目的を叶えるためには、時に表へ姿を現し、リスクを冒すことも必要不可欠です。そのための準備はもちろん欠かしてはなりません。ええ、その通り。この体は分身です。ですが分身といえど、本体と感覚を共有する設定にしています。なので、興味本位で私の頬をプニプニと触らないように。ふむ、ここの費用を削ればなんとか。と、主様、気づかずに申し訳ございません。美食殿の家計簿をつけておりまして。いきなりどうなされたのですか？あ、なるほど、リトルリリカルの方々と遊んだ時の出費でございますね。その程度であれば何も問題ないので、ご安心ください。寮のために道具の手入れをお手伝いしていたのですが、本当にいろいろな種類のものがあるようです。さまざまな知識で作り上げられた数々、感服でございます。おっと、ありがとうございます。主様、こちら和正様に後で報告いたしましょう。万全な状態で漁に臨めば、きっとうまくいくはずですから。何かのお役に立つかと、トゥンヌスの生態についての勉強をしていたのですが、ふむ、なかなかに奥深いものでございますね。トゥンヌスの体は筋肉と特殊な魔力器官で構成されているようです。加えて泳ぐことに特化した形状が。と、主様、どうやら眠くなってしまわれたようですね。調理する漁師様たちの卓越した腕前、お見事でした。私も皆様にご満足いただけるお料理が作れるよう日々精進しなければ。
ありがとうございます。漁師の方々に調理方法を伺ってみますので、楽しみにお待ちいただければと。正月はどんな風に過ごすのかって、私は今まであんまり正月って気にしてなかったからな。そんなに楽しいものなのか、なんかやることあるのか。お参り、お金を投げて神様にお願い事をするのか。それで願いが叶うなんて思えないけどな。どんなことをするのかは気になるぞ。今度私も連れてってくれよな。なあお前、ネネカ見なかったか。あいつってコロコロ変身してすぐ勝手にどっか行くんだよな。なんか今回も小難しいこと考えてるみたいだし。あんなちっこい見た目してるのにな、私も最初は驚いたぞ。変身できるんだし自分の身長でも伸ばせばいいのに。っておお、ネネカいつからそこにいたんだ。カズマサっておっちゃん、ずっと一人で戦ってきたんだろ。だからなんだってわけでもないけど力になってやれよな。え、私か。私は別にあのおっちゃんの仲間とかじゃないけど助けてほしいなら仕方ないな。ノエム様に任せとけ。漁師のおっちゃんたちって変わった魚の釣り方するよな。私もたまに川で釣りはするけどさ、結構コツが必要なんだよ。おお、お前もそう思うか。陸の魔物を狙うのは簡単なんだけどな、天狼破断剣でドッカーンってさ。魚だと骨も残んない時があるからな。いやー、釣りって奥が深いよな。お正月を迎えられてよかったわ。今年一年はどうなるのかって不安半分期待半分だけど、あんたは何か目標とか立ててんの？私はそうね、今年もあんたたちと一緒に。いや、やっぱなんでもないわよ。あの魚を使った料理が美味しくてつい食べ過ぎちゃったわ。あそこで調子に乗らなきゃ今頃はのんびりとギルドハウスで年末を過ごせてたはずだったのに。
ばこれも運動よね。食べた分だけちゃんと動くわよ。トゥンヌス、最初はペコリーノが食べたいだけなんじゃって思ってたけど、捕まえられたら本当に一攫千金も夢じゃないわよね。1000万ルピって言ってたけど何に使おうかしら。確かに貯金も大事よね。あんたってぼんやりしてるように見えて、たまにすごく納得のいくこと言うわよね。カズマサのおっさんを手伝うって決めたけど、うまくいくのかしら。そもそも船の揺れとか私苦手だし。別に船の上が怖いとかそういうのじゃないし、手なんか握ってもらわなくて。